順当にゴリラチームが勝つのか？どうなるんだ？最終演的にはゴリラだ。うん、ゴリラだ。いや、これね、ミナセチームとゴリラチーム、この岩取ったチーム勝ちです、ここ。ここ取れるのがミナセチーム、オアゴリラチームの2択なんだよね。ゴリラチームはもう、時間が経てば経つほど有利になっていくかな。まず、イブラヒムカットして、いやーこれ、ミナセチームがちょっときついか。フォーカス、ミナセチーム。左からの圧もあって、降りるしかないのは右。バンガウルトがここでゴリラが入って、あー、ゴリラだ。このバンガウルト避けれない。このバンガウルト避けれません。バンガウルト二人に入って、視野のウルトが展開された。岩を取った、そうです。この岩を取ったら勝ちと言いました。そのポジションに誰がいるか、ゴリラなんだよね。勝ちの岩の上にいるのがゴリラなんだよね。でもミスターカナト、おーっと、赤マタヤオアマでまさか、ギャー、ゴリラだー、ゴリラだー、出たー。まあ、ここら辺の家取って、ここでファイト勝って、ここの家空いてて、ここ取った時点で、まあ、ゴリラチャンピオンは、硬かったけど、やっぱここ取ったチームが唯一まくれそうだったのが、マジで見てて欲しかった。8億点のムーブ。このチャンピオンを止めることができる8億点のムーブをしたんだけど、バルジャンプを警戒してなかった。でもバルジャンプはね、警戒できません。